ゴールデンボンバーの登場で会場はヒートアップ曲の途中、ダルビッシュさんが突然全身に墨汁をかぶり出すといたー綺麗綺麗綺麗だ、だ、大の字になってる他のメンバーも続き完成したのはもしかしてこれ大の字、大の字だ同じくこのライブに参加しているお笑いコンビ大の字にかけて魚卓ならぬ人卓を披露しましたそしてそんな皆さんに60周年記念ライブということでこんな質問60周年を迎えたゴールデンボンバー一体どうなってますか60周年今何周年何周年だよ今 8年ぐらいだよね8年あと52 52すげえな発しちゃいますかそこ85でしょねめしくてどころじゃない弱々しくて85歳85歳でさらに記念ライブということで記念日の思い出を聞いてみると付き合い始めた日とか俺全然覚えてないタイプだからなんかひどい男だうん、なんか女性がそういうの祝ってあげる祝ったりしないのそれ祝ってあげるよ、女性がいたらおあお僕嘘ついてるいや女性はそういうの